こんにちは、堀秀夫です。今日は運がいいとき何が起こってるかという本を読んでね、この石田さんお会いしたことあるんですけど、まあ何度か本を読んで、まあブログなんかも見て、まあただ今ねこう本を読んで、まあ普段からというか前々からね、気になってた一節を見たら、まあこれはぜひシェアしたいなということ一文があったんでね、それをシェアしたいと思います。まあ、石田さんの10代の、最も影響を与えた予備校講師牧野剛さんという方の著書、まあ、浪人せずして何が人生かというタイトルの本でね、まあ、ある卒業生が牧野さんにね、大学卒業後1年間インドを旅するという、手紙を書いて送ってきたと。まあ、それに対し牧野さんが著書の中で書いたこと、まあ、大学卒業後にインドを放浪することの社会的な是非を問うつもりはないが、確実に言えることは今後どんなことがあろうと彼の人生がそれによって面白いものになるのは間違いないということだと、ね。まあ、インドを放浪するのは素晴らしいというような後押しで、まあ、それを聞いた、まあ、石田さんは、ね、石田さんもインド放浪しちゃったというような話なんですけど、まあ、結局ね大学出て就職して、まあほとんどの人は面白くもない仕事について、まあそれで安定してるからって言って、まあ人生終わっちゃうわけですけど、まあもったいないなとね。まあそういう安定した生活なんていうのはもう幻想に過ぎない。まあもっと人生を面白いものにするのに、もっと全力を尽くすべきだというのを思いました。まあこれ一番言いたいのはね、まあ自分の娘に言いたいんですけど、まあなぜねオーストラリアに住んでいて日本に帰って、まあ、勉強していい学校行こうとかっていう発想になったのか、私が悪い意味での反面教師になっちゃったのかもしれないんですけど、まあ、今の日本で、ね、そこそこの学校出て、まあ、そこそこの会社勤めてもね、まあ、正直安定とは程遠い生活しか待ってないと、まあ、ならば、ね、もっと海外見て歩いたりとか、まあ、好きなことを徹底的にやるようにした方がいいのになというのを思います。まあ、この私のね、旅行の、ブログなんかも、まあ私は、いやそれ無茶だろお前、そんなことしたらね、人生終わるよというようなね、選択を2度3度4度5度ぐらいやってね、まあ今のこの世界一周しながら副業サポートをしている暮らしをしてます。まあ常識的に考えてそれはまずいだろうと、やめとけよというようなね、選択をした方が面白いこともあるというのをね、まあ、ちょっと、シェアしてみたかったです、ね。この運がいいとき何が起こっているか、まあ、その運がいいときというか夢を叶えるときね、どういうことが起こるか、どういうサインがあるか、まあ、今までにね、読んだこの引き寄せとかスピリチュアルとか自己啓発なんかだと、書いてなかったような超わかりやすい、ね、書き方してるんで、まあ、かなりおすすめの本です。まあ、もし、ね、夢を叶えたいとかこのタイトルを聞いてね面白そうだなと思ったらね、読んでみることをお勧めします。以上、堀秀夫でした。